どうなっちゃうんだろうね。ああ、重っ。しかさ、中任試験もめちゃめちゃにされちゃったし。やっぱり仕切り直しかな。それね。ちんだろ。おかげさまのこと？あちしは信じてるから。あんな奴らにやられるような男じゃないから、おかげさまは。そうでしょ？しか。よくしのいだものだ。これで終わりだ。することはない。あいつは無事だ。父ちゃん、じいちゃんの写真こんなところにあったんだ。ボルト、このみんなに入らないのかよ。おかげだったら家族を放っておいていいのかよ。お父さんは決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃない。おかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。だから父ちゃんは家族の楽しいことも知らずに済んだんだよな。だからへ、そんな仕事誰でもいいじゃんかよ。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、守るのが自分のすべきことだって。俺何も見えてなかったんだ。不正がバレ、皆に軽蔑されて、額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。その上父親も後ろ親がいるだけマシだがな。お前が知るべきは今のナルトではなく、今までのナルトなんじゃないのか。知りたいのはナルトの弱点だけじゃなくなったようだ。無事かどうかまでは分からんが、少なくとも死んじゃいないってことだ。ほかげを助けに行こうっての捨ておけんからな。盟友をさらわれて黙ってたんじゃ、ごかげの直れですからね。私らを敵に回したこと許されていたのと。かぐやが大筒木一族へのチャクラの供給を止めたため、この地に直々に追手がやってくること、そしてそれで八尾が襲われたと。これでほかげを連れ去った理由は九尾のチャクラを奪うためとはっきりしたわけですね。しかし危険な力だ。使わせるわけにはいかない。あの釣り針でチャクラや我人々からチャクラを吸い上げる神樹など二度と再生させてはならんからな。金色と名乗った者はチャクラで手のひらにある輪廻眼で相手の術を吸収するだけでなく増幅して打ち返してきた。桃式今回ばかしは気を張っていかねえとな。でナルトはどこだ。奴らの居場所も巻物に記されていた。おそらくナルトもそこ。何をしているボルト。まさか連れて行く気なのか。お
いおい、冗談だろ。さすが、俺の弟子だ。連れて行く意味がある。俺がいいと言っている。いいか、ボルト、よく聞け。奴らは危険だが、それを承知で、あえてお前、その時はお前がやるんだ。そのためにお前を連れて行く。それになるだろう。なれねえよ。なれるさ。何よりお前は、ナルトよりうすらトンカチだ。行くよ。だがその前に渡しておきたいものがある。ずっと持っていてくれた。そして約束を交わした。本当の勝負をする時まで取っておくと。それをお前に。なるほど。サスケさんのお墨付きとあれば連れていくしかないようですね。里にはシャリンガンを持つのはお前しかいない。もちろんだ。こっちは任せてね。必ずナルトを連れて帰ってきてくれ。ごちゃごちゃしっかりやってこい。話は後でゆっくり聞いてやっからよ。忍びらしくなってきたな。行くぞ。誰だ。父ちゃん。